サンマーメンの例、サンマーメンは神奈川県のご当地ラーメンであり、神奈川県南部を中心に広く浸透しているラーメンの一種である。名称からサンマが入っていると誤解されることが多いが、全く関係がない。細麺を使った塩ラーメンもしくは醤油ラーメンの上に歯ごたえが残る程度に炒めたもやし入りのあんをかけた麺料理である。もやし炒めの中にはキャベツや キくらげ等の野菜や、かまぼこ、豚肉の細切り等も入っていることもあり、皿うどんのあんかけによく似ている。もやしを、おもとするあんかけだが、肉そばの肉を減らして、野菜を増やしたものが原型とされている。神奈川県内のラーメン店ではメニューにあることが多く、通常のラーメンより価格が安いことも多い。桑田圭介が、自身の番組、桑田圭介の音楽虎さんミュージックタイガーで、 紹介するなど、横浜市を中心に多摩川以南、藤川伊東の特に太平洋沿岸地域で多く食べられている。また、神奈川県外の近い地域でも数十年前から見受けられるようになった。神奈川県の中華料理店組合ではこのサンマー麺を県のご当地料理としてアピールしている。なお、神奈川県内でも、 小田急小田原千円線より北側ではあまり食べられておらず、神奈川三マーメンの開花名店が存在しない、宿も多い。諸説があり、はっきりしていない。聖場と書く場合、生きの良い具材の意味とされる。サイヤードと書く場合、三種類の具を使ったための命名との説がある。馬のような世気がつくという意味で命名されたという説もあるが、馬は馬の当て字である。 場の要例として、北京語では、メンバジという言い方で、作皮塩麺などに乗せる、細切りのきゅうり、ニンニクの芽、もやし、白菜、大根などの麺類の具を指す。ちなみに、メンマは、本来の麺類に乗せる各種の具という意味が、そのうちの品だけを指す中国語の竹の子犬に、特定化してしまったものである。場が、具という意味を持つのは、北京の方言であるため、北京語で、 ション、シュンと読む、セイよりもサン、さん、ーンと読む、さんの方が音に合う。また、あんかけの麺は、北京を含む下北に多く見られるものである。神奈川サンマー麺の会によると、サンマー麺は、イクマメ麺と書き、名前イコールサンバイコールマーは、関東語の読み方で、セイは、新鮮でシャキシャキした、馬は、上に乗せるという意味がある、としている。生場面の由来については、 昭和5年に平鎮郎の当時の料理長が考案した麺料理で、それを裏付けるように昭和初期の平鎮郎のお品書きにはすでに正場面の掲載がある。ありがとうございます。